おはようございます。8月11日水曜日、関東エリアのウェザーニュースアップデートです。昨日は蒸し暑く急に雨が降ったりと変わりやすい天気となりましたね。今朝は曇り空のところが多くなっています。ではこの後の天気はどうなるのか、各地の詳しい予報を見ていきましょう。ちらっと日差しはあるものの雲の多い空模様で、ところどころでにわか雨もありそうです。台風から湿った空気が流れ込むため、ムシムシと不快な暑さです。また午後になると自転車が倒れるくらいの強い風が吹いてきそうです。今日も蒸し暑く変わりやすい天気となりそうです。急な雨雲の接近は携帯サイトにある雨雲アラームライブを利用すると便利です。次回の更新はお昼頃です。それでは。ウェザーニュース。